ここのさ、ウイランさんとは遊べたりはできないんですかね。ものすごい肌出してますね。皮に刺されますよ。来た方がいいですよ、ちゃんと服は。もうちょっと。あ、ここも入れるわ。ここ何？うん、なんかライト、オウムや。雑貨屋か。はい。何が買えるんやろ。卵？え？これ何？回復用？なんなんやろ。鬼武者の時はこんなんなかった。オウム買えるんやけど。え、買いた。これ凍ったらさ、肩につけて一緒に歩けるとかあるんかな？あの女の人、ここに入ってったよな。なあ、ここ。製鉄所？おらんな。ムービー始まるかなと思う。うわ、待って、これなんかカラクリあるわ。どうせ動かへんやろ。あ、ここ行くわ。あ、動いた。なんか降りた。え、これやってよかったん。え、ちょっと待ってよ。もうちょっと探索させてよ。怖い怖い。あ、宝箱ある向こうに。行きたい。行けない。痛い。上がっちゃってる上がっちゃってる。なるほど。どうやってそっちに行ったらいいの？あ、壊れますやん。じゃあ、これ壊されへんの？あ、行けるやん。なんや。さっき、あれか、右の鉄製のやつがガイーンってなったやな。あ、ここで住んでこんなことしてたら、あんたも。痛い痛い、そっちじゃない、こっち。うわ、これ走って、さっきのやつに乗らなあかんのやな。布。わけのわからん、もうものすごい手に入んねんけど。はい、じゃあ引きまーす。引きまして、はい、動きました。下がります。はいはいはい、さっさと動いて10秒、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 動こうね。はいはいはい、頑張れ。あ、私の十字キー操作、頑張れ。いけ、ゴー、おっしゃ。で、こっち？あ、なんかあるこれ。うーわ、これ、カチャカチャするやつ。違う、開いたわ。弓矢。あれ？これ、ここ、これ取りに来たって感じかな？もしかすると、もしかして。うぅ、びっくりした、下がった。こっちなんもない。あ、なんもない、怖いな。待ってください。すいません。帰りたいです、自分。ごめんなさい。あ、ありがとうございます。人感センサーついてるみたいで、なんか助かります。あれ、あの女おると思ったのにおらへん。すいません。なんか、乳めっちゃ出してる姉ちゃん知りません？あ、それ、うちの故郷なんさ。ほんと、匂いも末ですよね。こっち行ったんかな？なんか森なんやけど、トトロでも出てきそうな。なんか足音せん？これがどっち？なんで普通におんねん、お前ら。おかしいやろ。誰がいとんねん、お前。甘えてんのに変な方向、無くなって10べ、頼むわ。あー、もういっぱい出てきた、もう。赤いのめんど、痛い、ちょっと待って。あ、なんかお金みたいなの落ちてるんやけど。あー、待って、10べ、あれ拾いたい。まだ足音聞こえるもん。お金は大事。もういい。よし。うるさいね。待ってたら足音聞こえてね、降りてくんで。これマジでなんなん。道具屋さんのところもね、買うことはできたけど、売ることはできひんかったしな。謎。まあでも、位置と違ってお金が手に入るってことは、金を使うところがあるんでしょうね、きっと。いや、金も集めなあかんのが。誰？びっくりした。敵や思って切りそうやったわ。入山許可証は？そんなもんないんやけど。入山許可証のないものは通せないよ。ダメよ。こっちりした母親上がってくそうか。え、入山許可証ってどこで？もういいって。もうすいません。入山許可証って知ってます？あ、うん、さっき話したやつやな、お前。どっちや。え、入山許可証なんかどこにあんの？お前知らん？入山許可証。欲しいんやけど。ちゃうねん。入山許可証がないからな。入ったらあかんって怒られてな。どうしたらいいんや？そう、入られへんねん。助けて。え、誰か入山許可証持ってない？買うで、1000円で。お姉さん、入山許可証知りません。よいしょ。ねえ、ごめん、入山許可証ってある？来たよ。ほな、オウムでも買う？もう、いっそのこと。ねえ、これ関係ないやろ。え、オウム買っちゃうよ。買っちゃうもん、オウム買う。え、オウム装備できひん。ほんまに装備したい。あー、防具でオウムとかないわ。ドライソースはオウム買うてもうたけど。これ、渡すっていうのがあるんやな。どういうことなんやろ、渡すって。なんかオウム欲しくないですか、自分。知らん、お前なんか。誰やねん。どこのノイズやねん。何の手見。ねえ、オウムいらん？オウム。
オウムいる人。あ、そうなんだ、お前やな。オウムいらん、お姉さん。お姉さんは布が必要やな。布持ってるけどいらん。あ、待って、これ、孫いちちゃう？あっ、なんやねん、誰や？うわ、すごい、すっげえ切れ味。えい、魔王子、女どこだ？二人で楽しくやっていたのに、連れ出しやがって。えー、ヤクザやん。何こいつ、味方じゃないの？悪いに来る虫。あの女、お前があんまりしつこいから俺に合図を送っていたのさ。うわ、イケメンボイス。え、めっちゃいい、孫いち好き。なんだと？お前みたいなタコ坊主と飲んで喜ぶ女がいると思うのか。確かに、私もちょっと一緒に飲むなら絶対孫一がいいわ。めちゃめちゃかっこいいもん、孫一。見て、腕の筋肉ボクボクやで。なんだこいつら、仲間になるんか。ふん。うわ、2枚目喧嘩だ。喧嘩だぞ、喧嘩だ。喧嘩好きやな。こんな狭いとこでそのやり振り回していいの？てか孫一銃やぞ。勝てる勝てるか。うわ、かっこいい。撃たれ撃たれ。頭。なんで頭撃たへんの？撃てたのに。汚いぞ、飛び道具なんて。そらそう。これからの時代はこれさ、槍なんて古いんだよ。抜かしたね。やめろ、二人とも。私槍も好きよ。暗黒JK といえば、放送演技の槍の名手として世間に名だたる男。へぇ、そうなんや。サイガ孫一といえば、言わずと知れた奇襲サイガ鉄砲軍団の統領。大好きやね、私孫一。その二人がつまらねえことで命のやり取りをするなんて、名前はなくて。そうだ、そうだ。戦国武装の私がマイキャラやで、孫一。柳生十兵衛と見た。そうで、正解。じゃあ、お前があの剣の達人の野球準備か。結構現場に切られてボロボロなんですけど、ね、この田舎の町にくしくも天下の豪傑が3人揃ったわけだ。喧嘩はやめだ、孫一。今日のところは勘弁してやる。別にでもつるむとか一言も言うてないんやけど。なんでそんなご機嫌ちゃんな、お前。急にご機嫌やん。どういうこと？ちょっと待ってよ、説明してよ。なんなん一体。なにこれ、道具なんですか？仲間に品物を渡す。本作では仲間に品物を渡すことができ、交換で自分に役立つものがもらえる場合がある。さっきのオウムとかそういうことか。品物以外は渡せません。ほな、カエルとかも渡せるってことか。え、それで好感度上がってデートとかできるんやったら、ちょっと孫一に見つぐんやけど。なんか渡せる。あ、渡せちゃう。え、孫一が好きそうなもの。え、でもオウムまだあげたくない。あげたくないなぁ。どうしよっかなぁ。美濃地方、天狗のお面あげてみる？どう？いる？これ、嬉しい。はっきり言って、どうでもいい代物だな。好感度下がった。あー、ごめんなさい。あー、こんな感じでブツブツ交換ができる。ちょっと待って、コロビが分からへんから。あ、古文書、ごめん。あげる。聞けばよかった。うわ、天狗のお面、あいつのやつやったらどうしよう。うわー、古文書とか美濃とか関係ねえなとか言って渡せばよかったな、さっき。これやろ。ずっとこの本を探してたんだ、礼を言うぜ。うわー、好感度爆上がりよ、これ。もうハート飛んでる。ほや言うて。ありがてー。これ回復アイテムな、薬草よりも強い回復アイテムなんですよね。読書家なんや。ほら、本とか好きやから、本とか手に入れたらあげたらいいって感じかな。こっちじゃねえわ。こっちのタコ坊主じゃなかった。こっちのタコ坊主やった。酒やな、お前はな。うん。酒は持ってないんじゃない？ないね。あ、これもそうなん。もし、お金手に入れたんや、思ったんやけど、これも、ブツブツ交換のものなんや。ちゃうねん、私、あの、入山許可書が欲しくって、こいつらと好感度上げるためにうろうろね、してる場合じゃないんですけれども、ちょっと、お酒ないかだけ探してあげよっか。あ、ウォッカあるやん。これを買いましょう。で、本も好きだと思うんで、買ってあげて、喜ぶ？うわ、目見開いた今。こいつさっきこれ、やっぱ、舶来の酒は一味違うぜ。一つの白い点もない。やるじゃねえか。
瞳孔開きすぎやろお前。ガンギマリやん。エビス顔ニコニコしてるってこと。飛躍。これな、日本の式いいんかな。5巻やけど、1から4巻までちょっと揃えてから渡したいんやけど、まあ、先渡してまいります。どうですか。できればまとめて読みたかったんだよ。ですよね、やっぱりそうですよね。すいません、まっ、うわー、そういう順番とかもあるんですか。あ、でも もらえるんやったらまあもらっときましょうか。すいません、なんかその渡し方によって好感度の上がり下がりとかが変わってくるって感じなのかな。てか私必殺技使うの忘れてるね。すいません、今更なんですけど、ちょっと説明するの忘れてたわ、散々戦った後で。左上のね、ゲージの説明なんですけれども、一番上の黄色ゲージが体力のゲージになってます。そしてその下、青いゲージですね。これが必殺技を使うためのゲージとなっております。その下、赤いゲージなんですけれども、魂シューって吸った時にね、赤い魂があると思うんですけども、あれの溜まり具合ですね。あの魂は武器を強化するために使うものになっております。紫の玉今2個ついてるやん、ちっちゃいの。あれが紫魂、それのストックで、ここが5個溜まると鬼武者に変身できるっていう構造になりますね。すごい今更の説明ですいません。ちゃうねん、そんなさ、ブツブツ交換してな、好感度上げてる場合じゃないよ。マジで、入山許可書が欲しくって、あ、そうそう、あ、くれ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 。買う買う買う、こいつかよー。ありがとう。やっといけるわ、あの上。でもまた現場出てくるんやろな。ほら、やっぱり出てきた。もうそうやと思ったわ、もう。またやり直しやー。ねえ、もう体力やばい。でも回復せんといっちゃおう。入山しちゃおう。持ってきたよ、はぁ、みちみち太郎。よし、通りな。ありがとう。優しい。嫌なやつかと思ったら意外と優しかった。うーわ、4巻ここにあったんかよ。うわ、もう1巻から渡せばよかった。ちょっと1巻見つかるまでは、もう渡さんとこ、貯めるに貯めるわ。なんか嫌そうな顔されんの嫌やし。なんか、タコ坊主の好感度だけ上がって、孫一の好感度どんどん下がってる気すんだよな。あ、何びっくりしたよ。何叫ぶんやめてよ。化け物だ。突然鉱山の奥から化け物が。化け物、俺が止めたんだが、鎧姿の女が一人奥の方へ。あ、そいつ探してんねんな、私。あら、えらい現代的な髪型やね、お兄ちゃん。いや、で、ここに戻るんかい。行くよ。あー、暗いね、鉱山ね。鉱山壊せる？あ、壊せれんな。なんかちょっと体力回復するとことかないかなー。あ、これ、すいません。これなんですか？これ。あ、強化できるかな？さっきちょっと強化したんやけど足らんかったよな。全然足らへん。びっくりするぐらい足らへん。え、これ、ちょっと待って。二つ道があるんですけど。上行くか、さっき。なんか下の方が多分怪しいよな。奥ってどっちの奥なんやろ。うっ、びっくりした。あ、化け物や思ったらタコ坊主やった。お前、なんでここにおんの？あ、見に来た。一緒に戦ってくれへん？面白いもんって、そんななんか。え、オウムとか面白くない？あ、でもオウム、あ、かえ、いや、うん、いや、ちょっと、嫌です。あげたくないです。すいません。鉱山で見つけた何かをあげたら、ここなんや。地図。あ、下なんや、どん詰まりやん。ほら、下から行くか。こっちが正規ルートやわ。危な、地図見といてよかった。何かありますかと。なにこれ。これは、私が読むやつか。玄馬あるところ、怪しき扉あり。玄馬の不思議なる生物、モズンがこれを守る。ごめん、モズンで笑ってもらった。ギルデンスタン。懐かしい名前やな、ギルデンスタン。1の時に出てきたで、なんか、宇宙人みたいな化け物なんですよね、ギルデンスタン。それの弟子なるものが、地底の光ゴケから作り出したもの。へぇ。モズンはちょっと待って、モズンで笑ってまう。モズンは数種類あり、玄馬の秘密を守るため侵入者を阻む。人は通れず。しかし鬼の力には弱く、それぞれの武器に秘められた力で消滅する。なるほど。必殺技とかなんか使ったら消えるんかな？お、お金あるこれ。あ、じゃ、だいぶ慣れてきた。で、出たー！カプコン名物、カシャカシャ宝箱だー！
フェス2しかないんや。2回動かしただけでできるんやな。まあ、こうして、こうや。な、頭いいから。それぐらいはわかりますよ、さすがの私だって。あ、なんこれ。え、今読むべきじゃないの、それって。これこれ、上と下同時に押せって無理ゲーじゃない？上下と四角。それ、消費するんかな？必殺技ゲージ。どうなんやろう。ちょっとまだ必殺技自体使ってないんでね。体力ギリギリで生きてるんですけど、なんか必殺、必殺技って言うからにはね、やっぱ危ない時にだけ使いたいな、みたいな感じで。そうね、使うのをセーブしてるんですけど。とりあえずこのタコ坊主は置いて、ちょっと行きますか。あー、お金あるわ。ところどころお金落ちてるな。大事、お金は大事。この奥壊さへん？壊されへんにや。壊せさえのにな。なんかここ特に BGM もなく、すごく陰気臭い。陰気臭いけど金はいっぱい落ちてるから私は大好き。え、めっちゃ壊せそうやのに。うわー、気になるわー。特に、あ、調べられるんやね、意外と。まあでもアイテム自体はあの赤い宝箱に入ってるから、まあわかりやすいよな。なになになに？あ、おるわ。なんやろ、雲かな？違う。うわ、なんかゼルダにこんなんおったな、リザルコス。トカゲじゃ。え、ちょっとその状態から始めんの嫌やで、私。え、待って、四面楚歌、四面楚歌、えぐ、死ぬ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 、必殺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 、すいません。もう、あの、体力がマジでね、やばい。体力がやばい。あ、起きちゃった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 。こあ、待って待って待って、そっちじゃない。こっち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 。死んで死んで。すいません、死んでくださーい。死んだ？死んだ？みんな死んだ？死んだ。でね、全然体力回復するやつくれへんやんか、もうちょっと。これ、眼薬とか使っちゃう？いや、まだ使いたくないな。多分ね、眼薬もね、取れる数に決まりがあると思うんよ。で、私どっちから来た？こっちから来たと思う。こっちちゃう？音楽鳴り出したな、敵が。出たから。湧いて出てこんなって、お前はよー。うん、刺して刺して、うん、くっそ。操作マジ無理なー。あ、でもおかげさまで体力がほら。8分目ぐらいまで回復しました。ありがてえ。あ、こっち先行こっか。どん詰まりから行きたいから、全部回りたいんよね。私できればマップね。あんまり進みすぎると多分ムービーとか入ったりするんで、どん詰まりの方から行きまーす。あー、もう急にやん。あ、なんか後ろ帰れんくなってない？こいつら倒すまで多分帰れませんやな。死んだ？死んだ。お金ちょうだい。なんか上におらん？え、なんか上に張っついてない？ちょ、ほら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 、なんか張っついてるよな。何あれ？え、あれ敵？あ、固まった。え、あ、びっくりした。固まったかと思った。ムービーやった。え、助けに来たぜ、ジュー。ありがとう。俺に任せな。なんで？近い近い、距離近い、危ない危ない危ない。そんな近くでショットガンみたいな撃ったあかんて。ええ、そうさ、俺は十兵衛からもらうものもらってねえからね。あげたやん、酒。ふざけんなよお前、ウォッカあげたやろうが。返せや、300円もしたやつ、そのウォッカ。もったいねえ。めちゃめちゃかっこいい。あんな持ち方で銃って、あああ撃てるもんなんですか？違う、めっちゃ強いんやけど。え、痛い痛い痛い、危ない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 。なんで？なんか上におらん。あ、上におると思った。あれか、あのタコ坊主が上におる。孫一どいて、孫一どいて。タコ坊主がいらっしゃるんだわ。孫一後ろ危ないって、後ろの敵倒してからにしてよ。タコ坊主、おお、なんか分からってる。すごい、どうする。おお、ほら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 、お助けキャラなんや、お前ら。どうやら助けてくれてないけど。口ほどにもない連中だ。助けてくださいすごい下っ端感で。オラの娘が、オラの娘がバケモンにさらわれただ。なに、娘だと。あ、女と酒が好きなんやな。おいおい、聞かせろ。お前の娘は可愛いのか。
もちろんですだ。親のオラから言うのも変だが、とっても可愛い。親から見たら子供はみんな可愛い。俺が連れ戻してやる。あ、やる気出してくれた、よかった。どっち連れて行かれた。あっちだ。よしこいつの肩って醤油豆みたいな、すごい色してるわ。相変わらず女には目がねえな。お前はね、イカレ坊主やな。え、ちょっと待ってよ、こっち進むべき道の方なん？こっちじゃないと思って私進んでるんやけど、こっちにセーブあるから多分上がポイントやと思うよね。なんやろこれ、ミニイベントがないからかな。まあ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 いいや。ちょっとまあ娘さんも助けたらなあかんしな。うん、早速金が落ちてまーす。うわ、100円ありがてー。あれ、なんこれ。あ、読みもんか。すいません。ちょっと名前が読めないんですけど、鬼一宝丸さんって読ませていただくんですけれども、鬼一族の方ですね、鬼一宝丸さんは。鬼の五玉、もう読みづらい、五玉でいいわ。五玉をもらったらしいね。で、鬼の五玉はゲンマと戦うのに、まあ、必要やって、高女やった。あいつが言ってたよな。でもなんでか知らへんけど、いつの間にか散ってたんやって。それで、鬼一宝丸っていう人が探してたらしいわ、その五玉を。そしてね、この金山で五玉の一つの陣の玉を発見したらしいんやけど、現場に追い詰められて、帰ることができませんと。そして陣の玉を隠してこの文を残してくれたらしいです。でも陣の玉って私もうもらってるからな。あ、これ。え、陣の玉持ってませんでした。これ新しい剣が手に入るやつやんね、竜のやつ。うわ、槍や。氷？シュワーってドライアイスみたいなの出てたよな。よいしょ、説明しような。どういうものでどういう名前ですって説明しような。氷かー、離れた時も突き刺せる。槍好きやねんよな。いや、でもな、やっぱ刀振りたい。いや、でもちょっと一回使ってみるか。使ってみて、合わんなって思ったら戻しますわ。しばらくちょっと槍でいってみまーす。いや、今ちょっと戦ったので使ってみたんやけど、結構大振りの武器で苦手かもしれない。ごめん、この舞茸刀みたいな名前のやつがやっぱ好きやな。孫石君、許さねえぞ。お前、後ろの、そんなことより後ろの人になってるやつお前ら気にならんのか。また喧嘩が。さっきと反対方向の道に入ったら急にムービーがね、始まりました。びっくりしました。まだだ。たまだな。一体どうしたの。後ろに金落ちてるわ。拾いたい。俺の夢は一国一城の主になることだ。あ、ええやん、夢はでっかくやな。たとえ信長でも家来になってる。それがあかん。お前家来になったら刺すからな。あかんで。物の例えだよ。眉間に刺すからな、この剣。それを言ったね、こいつ笑いやがって。いや、つまんねえ夢だからよ。つまらんくはない。一国一、お前の夢は何だ。天下統一。夢なんてない。夢なんてなかった。信長を倒すことだけだ。ここにも怨霊に取り憑かれた奴がもう一人いたってわけだ。ふん。怨霊だと、どういう意味だそれは。孫石。いや、なんか孫市めっちゃ意味深い。好き。これ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 。氷がきらめいているってことは、この武器やな。え、これ強化せなあかんとか言う？そんなこと言わへんよね。鬼武者市ではその武器強化しやんだね。こういう鍵みたいな。あかんかってんけど。あ、叩くだけでよかった。これが、モアイ。違うな、何やったっけ。名前モゾイやったっけ。なんだかんだでさ、リザルフォスみたいなやつ倒してたらさ、満タンになっちゃった体力。頑張ってみるもんやな。なんかあるんやけど。ジンの文字、え、いいのはめ込んで、それ返してくれる。ちゃんと返してな、私の玉なんやから。これ、あ、すげえ、あ、全部取れるんや。そういう感情やった、お前今。ちゃんと弾回収した。大丈夫かな。なんかすごい機械仕掛けみたいな音聞こえるんやけど。え、これ、なんかの巣できてますね。え、記者？また虫の巣みたいなんできてるかなってちょっと思ってしまったけど。何だ、俺のアジトに勝手に入ってきたのは。この写真。天王寺の天井。雲か。え、弾ついてない、お前。弾じゃねえ、目や。ごめん。
まだにも目があって、デコにも目あるお前、どこで見えてるんそれ一体。どうしてこんなところへ来たんだよ。金が欲しくて。俺は女を探しに来たんだ。てめえなんぞに用はない。鎧の女と娘さんを探しに来たんです。我ら現場一族と対等のつもりじゃ。お前しゃべり方めっちゃおもろいな。顎くっついてる。顎ちゃんと動いてる。面白いやつだなお前は。いいだろ、望み通り叩き殺してやろうじゃん。なんかちょっと魔人のランプだから間違いない。逆やランプの魔人感。うわーあるねお前ね。あちょっと待って、それ無理やん。どっち受けんのそんな。防御できます。やばい、うわそれは無理やな。あ、お金落ちた、あぶな、えうわぁ消えちゃった。あちょっと待って、逆、もう体が逆に動いちゃう。これは防御できるけど、あの横の痛い、やばいかもしれない。あちょっと待って、これがやばい。あ、お金、これは防御いける。あ、使っちゃうか。え、それ何？いいわ、使っちゃえ。ほれ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 、ドーン。ほれ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 、ドーン。あ、痛い！助けて！待たせたな！まだ生きて、助けて！死んじゃう！死んじゃう！あぶない！使っちゃえ。バンバン使おう。あるもんは使うんや。あ、待って、鬼武者になっちゃう。やばいやばい、今なら、あれじゃなかったのに。なっちゃった。なっちゃったもんは仕方ないよね。やばいやばい、なにしろお前。これ、いない、なに、どこにおるわ、あたいどこ。あった。あー、ちょっと待って、見えない。どこに自分がおるか。あー、痛い、ちょっと待って、死んじゃうね。これ死んじゃうわ。死ぬわ、普通に。ちょっと待って、弾薬にするか。はい。あー、危ね。こういうのね、あの満タンまではやりたいけど、いけー余すことなく使いたいから、ちょっと残ったりとかするの嫌なよな。使い、使うべきやろ。今使わんといつ使うねん。素足で、いけー間違えた。じゃ操作マジで間違う。金箱にめっちゃ出る、これもう一回。痛い。あ、もうないわ。ワゴン1なんとか。これ座れてる。あ、ちょっと待って、カテゴリーも防御できるかも。いけるわ。何いける。あ、いや、ほらワゴン1大丈夫。あ、お金落ちてる、欲しい。痛い。死ぬかもしれない。死んだらごめん。あ、いた。何やってんだ、ジュンベイ、ちょっと待って、操作に慣れてなくて、ジンジャーもう飲むしかないような、仕方ない。あー、使っちゃった。ジュンベイ、弾薬2個も切れちゃった。うわ、あと2発やったんや、飲まんかったらよかった。これで勝ったと思うなよ。ほら、めっちゃランプの魔人みたいじゃない。俺は必ず地獄から蘇ってやる。いってて、で死ぬんや。止まっちゃったんやけど、これ止まってよかった。うー、沈んでった。金、すごい金。あー、ありがて。うわ、外役飲まんかったらよかった。やってしまった。帰らんとって。ねえ、お願い。ジュンベイ、操作がおぼ